バリンカリンチェン。あ、壊れてないんだ。CM みたい。強い力を入れても崩れないという、ね。象が踏んでも壊れない筆箱。いや考えましたね、あのね。演出やな。ね、タイかバリでしょ、そうなったらアフリカか。タイかバリ、バリかタイ。バリタイタイバリ。タイバリ。何でしたっけそれ。知らん。私なんかアイスランド。あ、タイ行きたいな。行こう。行きましょう。カップンカー。カップンカーからのカップンカー。タイ料理大好きなんですよ。私一番好きなタイ料理屋で。え、ほんまですか。うん。気合いますね。うん。今度めちゃめちゃ美味しいタイ料理屋さん紹介します。知ってんの？大阪に。知ってんの？何回もこの人の言うこと聞いてきたけど、この人行ったところくなことなかったわちゃうんですよ。知ってるんだ。はい、前の家のね隣にあったんです。あの辺なんか点々といい店あるよね。ね、うん、いろいろありましたね、お店もね。ありましたね、あね、ほんまや。いいお店ありましたね。タイ料理で一番何が好き？いっせーなーね、パッタイ。私名前が出てこないのよ。トムヤムクン？あ、違う、パクチー炒め。パクチーが何でも入ってたの好き。あ、パクチー大好き。パクチーってますけど、パクチー炒めに行きたい。パクチーロケお願いします。どこで？チュルチュルで。はい、あのね、私次の日の朝が5時起き、はい、でその前の晩12時半に仕事終わって帰って、でもご飯食べてなかったんな。で前の晩パクチーを大量に買ってて、はい、もうずっとパクチーの口になっててんな、はい、帰って1時からパクチー鍋を作って一人で、そうで1時半から食べ始めて2時ぐらいまで。そんな人おる？5時起きやないですか。友近さん何よりも睡眠を大事にしなさいというのがモットーですよ。そうなのよ。なのにもうパクチーのことが気になってたから、で傷んでもあかんと思ったから、で、ナンプラーもいっぱい買ってたから、もう鍋の味付けから最初から全部やって、タイ好き鍋作ったわ。夜中の、まあ、1時半から食べ始めて、2時まで食べて、まあ、おなやかやし3時ぐらいになったんちゃいますね。そうで5時起きですか。そう、よう起きれましたね。まあ、目パッチリ開いててもうめっちゃ元気だった。タクシータクシー目パッチリなんでね。それは目覚めますね。ねえ、でもよっぽど好きなんやなと思った。友近さんでも話に聞けば、その料理しようって思ったらとことんされるんですよね。だからそれがもう何時でもいいのよ。でまた太るみたいなこともよぎったんだけど、もう関係なかったね、あの時だけは。関係ないね。関係ないね。本当に関係ないねって言ってないらしいで、柴田教授さん。そうなんですか。誰かが言ってはったんですか、ね。うん、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか、もう堀さんが言われただけなんですよね。あ、そうか。だからえなりさんはおっしゃってないと。ああ、はい。あれ林修先生も今でしょって言ってないらしい。あれ言ってますよ。あれ本当。あれ言ってますよ。あ、そうだったんだ。はい。その前スポーツ記事、スポーツ新聞読んでたら、なんかいろいろニュースがあって、結構なんか我々が興味あるニュースというか、その興味あるって言ったらまあですけど、あ、これどうなってんやろうみたいな、世の中が見たいなって思う記事が結構小さめに載ってて、あの林修先生のなんかコマーシャルの、あの林先生が林先生にっていうなんか、うんうん、もああやってるよね、はい、あの林先生がめっちゃでかく載ってました。それすごい、あのそれがあのすごい取り上げ方やなと思ったんだ、はい、いやめっちゃ面白かったです、うん、そのなんかその語弊あったらすいません。でもそういう意味ではないです。なんかそういう意味じゃなくて、あ、なんかすごいって思っちゃった。なんやねん。まあまあまあ、まあまあまあ、わかりますよ。でもやっぱこんな取り上げるんやっていうのあるもんね。はい、うん、昨日おとついもなんか番組で、ま、この人の全然知らん人やったんやけど、この人の特集この時間帯でこんな20分を取り上げるっていうのあったわ。それでいい意味でしょ、もちろん。いやいや、そうそうそう、それはもう本当に変な意味でね。変な意味ですか。変な意味じゃないですよって言うんですよ、その時。そうやな。でもそれは自分が知らんだけだから無知。パーン。もちかさんのちょっとでも頭に思いついたことを誰かが言った、その人に早く言い終わろうとしたんですね。今も無知、もちろん無知はもうやろうと思うけど、こんなくだらんことはなと思ったけど、やりそうやったからやりそうやったからやったのよ。こんなくだらんことはでも思うの遅いです。でもあまりにも無知の無知はひどすぎるやん、うん、小学生以下やん。いや、もうそんなばっかりですって。全部です。
ムチ。ムッチムチ、うん、どこがポケポン。あ、このことね。もうこれまた予知能力でやったのかなと思った。砂時計が落ちると言ったらすぐに落ちきるのさ。カムチカムレースで収まった。終わりますか。チュレー。